こんにちは。今日の切り抜きニュースは、まあ、今回の総選挙に関してはやはり日本保守党にぜひとも頑張っていただいて国政政党に上がってもらいたい。ただ、まあ、我々が応援するのはおそらく日本保守党さんからすると迷惑かなと思っているので、特段何か応援してって言われたら行きますけども、あの何も言われ、まあ、こちらとしたら自分方応援しましょうかって、言っているのもいらないわけですから、まあ、あえて今回は何もしない方が、いいと、まあ、あの先方さんからの要請があれば動くと言ってきながら、あ、要請でこちらやってやっちゃいましょうかって言われて何も言われてないわけですから、逆にこれ以上何か言わない方がいいでしょうというところですかね。はい、まあちょっとね、自民党の力が一旦下がることの方が非常に大事だと思っていますので、まあ、そういう意味では日本保守党さんがね、しっかり頑張っていただけるというのは、陰ながら応援してるって感じですかね。はい、NHK 党から出馬しないのは本当に残念です。日本保守党は2人くらい当選すると思います。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を